ちを巡ってる運があるこの渦を消したって言うつ何がシーザップ始まりました。34ビート今日は愛知県知多郡マルハリゾート宇都宮店に来てます。どんなチャンピオンが待っているのか早速行ってみましょう。こんにちは。あ、いらっしゃい。よろしくお願いします。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 ありがとうございます。今日はちょっとチャンピオンのお店ということでお世話になります、はい、では早速ちょっと料理の方頼ませてもらってもいいですか。はい、お願いします。ありがとうございます。フリーオンビート、乾杯。よろしくお願いします。よろしくお願いします。お願いします。いただきます。まあ、うまいです。めちゃめちゃうまいです。こちら、どういった経緯で社長になられたんですか。はい、僕社長になったのが30歳の時。はい、ですよ。若いですね。はい、で僕22の時までは4年間旅行会社で勤めてて、はい、急に親父がすぐに帰ってこいと、はい、結構その時は飲食でうちの店は結構大変な時で、はい、だけど親父はどっちか職人なんで、はい、僕が実質いろんな経営のことやってる、うん、中部国際空港にお店を出したんですよ、はい、そのタイミングで僕の方から社長をやらせてくれ。でもうちの親父結構何でもいいよいいよって言うんで、はい、社長やりたいっていいよっていう感じ。会社の創業者の方って誰だったんですか。はい、僕のおばあちゃん相川梅という、はい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 、15年前に亡くなったんですけど、もともとおじいちゃんとおばあちゃんで魚屋を始めて、本当に地元のね、はい、6坪ぐらいのところで魚売ってるんだけど、はい、地元じゃ売れないんで名古屋とか家回って業種をやったりとかして売ってたっていうところからスタート。創業者の梅さんから何か受け継いだものとかってありますか。いろんなこう言葉を残してくれてるとか、はい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 、その中で会社の社是にしているのが信者という言葉、信じるものと書いて、はい、信者を作れ信者を作れ、はい、信者を作ったら儲かるってどういうことやって子供の頃から言われてるんですけど、はいはいはい、でも信者をくっつけると儲かるという字になるんですよ。確かに確かに、はいはいはい、これが言いたかった。でも信者ってどういう意味なんだろうなって、はい、でも詳しく教えてくれないんですよ、はいはいはい、昔の人なんで、はいはいはい、自分で考えろとでもまあこうやって経営者になっていくとそれをいろいろと自分の中でこう考えて、うん、皆さんは信用信頼をされるようないろんな商売をやってきたので、人に信用信頼されるような人やお店を作ることで儲けさせてもらえるんだなっていう。でも絶対次に言うのは、儲けるまでは努力するけど、はい、絶対儲けちゃいかんという。儲けちゃいかんなんですね。それどういうことって、はい、詳しく教えてくれない。はい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 、でもお客様からいろいろいただくじゃん、はい、必ずお返しをする。儲けるまでは努力して、儲けたらみんなに還元しなさい、これが儲けちゃいかんと言ってるのかなって僕は考える。でもそうやってまたみんなに還元するとまたみんなが儲けさせてくれる、だけど儲けさせてくれたら儲けちゃいけない、商売ってこの繰り返しなのかなって言ってるのかなって、こう桜貝とか非常に油もあるんだけどさっぱりしてるっていうのでうちの名物で、こちらはこれはですね、これ地元で上がる平貝っていう、はい、平貝穴子天ですね。でかい、めちゃめちゃでかいですよね。もうシンプルに塩で、はい、塩でお出ししてますね。衣もサクサクで中がほんとふわふわですね。3 on beat。 一番の失敗談とかってあります。一番の失敗談、もう失敗だらけですよ。でも僕はもう失敗と思えないようにしてますよ。僕は目的3つあって、農業を守る、地域をしっかりとね成長発展させる、自分に関わる人を幸せにするっていうのがあるんで、だからそれがあるから、何かこうやっぱりこう失敗みたいなのがあってもそこに向かう時の途中のちょっとなんだろ こうハードルであったりとか壁であったりとかって考えるんで、エビはそうですね、やっぱりうちの名物なんで、まあ、食べ方としてはぜひまずはそのままで味がついてるんで、はい、昔からだから50年ぐらいこう味を変えずに来てるので、はい、そのままいきます、はい、
しいに秘伝の出汁を使ってるんですけどね、この出汁の味とサクサク、そして中がプリプリです。自身のその成功法則であったりしますかね。成功法則、はい、まだまだね、自分は成功したとは考えてないんですけど、はい、まずは成功するにはただただ日々何かをしてるだけではなくて、はい、しっかりとしたね、目的、何のために、例えば創業者の梅さんだと人を喜ばせることが目的、人生の目的、はい、商売の目的、なんか自分のじゃなくて何か周りのためというものを持つといいのかなと、創業者のためとかお客様のためとか、はい、地域のためとか家族のためとか友達のためっていう、はい、であとはそれができると目指すものが見えてくると思うんですね。やっぱり目的や目標、目標の先っていうのは夢だと思うので、すぐに夢を持てとは言わないんだけど、夢を持つことの大切さ、夢を持つといいとい う, もうこれはもう原点、梅さんも子供たちに立派にね育てて店を持たせるんだっていう目標や夢があったからそれを達成できた、持ってなかったら多分全然違う人生だったと思うので、いろんなね、大切なことあるんだけど、僕は常にね、ネガティブよりポジティブ、悪いことよりもいいことを常に見たりとか考えたりするようにはしてますね。人の悪いこととかお店の悪いことって誰でも見つけれるんだけど、人のいいこととかお店のいいところを意識しないとどうしても見つけることができないんで、そういう考え方を持つことも成功者というかね、自分の思い描いたイメージであったりとか夢や目標が達成する秘訣なんじゃないかなって。あとはね、人に話すこと、自分の思いをね、たくさんの人に話すべきだと思う、うん、俺こんなことやりたいんだ、あんなことやりたいんだって、例えば僕いちごやりたいんだって言うと、はい、地元のいちごの人がいや俺のとこやってくれって言ってくれたり、こんなとこにね、店をやりたいなって言ったら、いろんなことを人が紹介してもらったりとか、やっぱりそれは発信しないとなかなかこう返ってこないので、僕はそれをね、言霊って言ってる、はい、やっぱり自分の思いとかを伝えることで思いが返ってくる、言霊のように返ってくるっていうことなんで、ただただイメージすること大事ですけど、できればね、それをどん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 自分よりすげえなと思う人であったりとか、信頼できる人とか身近な人とかにたくさんお話をする、うん、そういう機会を作ったりとか話をすると、いろんな人が、ね、それに対してアドバイスくれたりとか、その形になる道しるべを作ってくれたりとかするんかなって、それがまあ成功というかね、秘訣だと僕は考えてる、うん、3 on beat。 チャレンジバトルいきたいと思います。チャレンジバトル、はい、はい、そしたら最初にチャンピオンから僕お願いします。僕は払いたいので U を出せばいいんですね。あ、愛を出せばいいです。そしたら、あ、自分は愛だと自分ってことですね、はい、そうです、わかりました。じゃあ愛が出るように、はい、やった、ありがとうございます。あ、またこれで決まりじゃない？そうです。いきます。フリー、もう一回いきます。愛、はい、あー自分、あ、1ポイントずつ、はい、はい、1ポイントずつです。もう次、次決まる、はい、決まります。愛を出せばいいんだね。はい、いきます。お願いします。愛が出ますよね、愛が出ますよね、愛が出ますよね。ユウ、ユウ、ユウ、二ポイントで、はい、そしたら、そしたら払うの？今回は僕がお支払いします。悔しい。We don't so go goodbyes 飛ぶ国外開けごま飛べる陸海と大気圏外仮想国バイス仮想国バイス尊重な感じ